内気ですが人と話せるようになりたいの対処法。精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、今日は那須塩原のほうき川からお届けしています。今日は質問いただきました。みやちゃん51歳女性、人とざっくばらんに会話したい、人とつながりたいが対人恐怖で声かけができないという悩みでございますけど、人と前に出るとすごい緊張が強い、もっと上手に話したいですとか、自分の内気な性格を直したいですっていう質問がものすごく多いです。100問あったら必ず1問ぐらいはあるんで、今までも何回も答えてるんですけども、非常に重要な問題なので改めてお答えすると、人と話すのが苦手なら無理して上手にならなくていいんじゃないのっていうのが私の結論ですね。話すっていうコミュニケーションがあるけど、アウトプット大事、話す書く行動するがアウトプットですけど、書くっていうコミュニケーションもあって、昨今の時代においては友達と話す回数よりも LINE とかメッセージでやり取りする回数の方が多いですよね、おそらくね。最近コロナとかで会えなくなったりしてるから、だから書くコミュニケーションっていうのもあるわけですよ。話すコミュニケーションもあって書くコミュニケーションもある。あなたは今話すコミュニケーションがものすごく不得意である、実際そうなんでしょう。そうした場合において、その不得意を直して上手におしゃべりすることは可能だと思うんだけど、ものすごく大変であり、ものすごく苦痛が伴い、1週間や2週間で上手になることは多分不可能だと思うので、ものすごく時間もかかってくる。そこまでして明るくなりたいんですかね、皆さんね。私もあんまり人と話すのは上手じゃないし、内気なタイプでね、もともとはね、高校生ぐらいの時とかを見ると。私はだから書くということに専念した結果、ベストセラー作家までなったっていうことになるわけですよね。いわゆる短所克服と長所進展は長所進展からした方がいいよっていうのは、カバチャンネルでも何回も言ってるし、私の本にも何回も書いたんだけど、結局そこに行き着くんですけど、自分の欠点をものすごい苦労して大変な思いをして修正していくというか、したいならすればいいわけですけども、いろいろそういうコミュニケーションが上手になる方法とか、内気を直す方法とか、本屋さんに行けばいっぱい並んでますので、それをやっていけばいいと思うんですけども、本当に直したいのであればね。ただものすごく大変であり、時間もかかるし、精神的にもきつい、自分が苦手なことをやっていくわけだから、それよりももっと得意なこととか、話す書くっていうのがあって、話すが苦手だとしたら、書く方のスキルとかを伸ばしていった方が、やや得意だから楽しいわけだし、より結果が出やすいんですよね。なので、私は内気です、もっと外交的になりたいですって、いや、ならなくていいんじゃないのっていう、自分の特徴なので、それはあなたの一番の欠点かもしれないけど、できることもいくつかあるし、長所っていうのもいくつか持ってると思うんで、そっちを伸ばした方がいいんじゃないのっていうのが私の考え方ですね。結果として、その内気な人が外交的になれるかっていうと、なれないですよ、それは。あと、ある程度遺伝子で決まってるっていう、そういう研究とかもね、あるし。もう一つ重要なのが、そういう内向的な人と外向的な人の割合を調べた研究とかがあるんだけど、大体8から9割が内向的な人。あなた内向的ですか、はい、いいえ、外向的ですか、はい、いいえっていう風に調べると、だいたい8割から9割は内向的な人で、1割か2割の人だけが外向的な人ですね。だから内向的で人と話すのが苦手ですっていう、あなた思うけど、それって全く他の平均的な日本人ですよね、それはね。だから別に何かそれを引け目に感じる必要もないし、無理してそれを強制する必要もないんじゃないですか。だって皆さん日本人平均好きじゃないですか、他の人と同じ好きじゃないですか。なんでその内向的な部分だけ他の人と違うようになりたいのかっていうのがよくわからないわけですね。例えばクラスで外向的で目立つね、人で明るくやってる人とかもいるけども、数人でしょ、そういう人って。例えばクラスの人気者みたいなの、だからせいぜい40人のクラスがいたら4人とか5人とか、そのぐらいのものだと思うので、さっき言った外交的な人は1割から2割っていうのは、なかなか的確な数字なんじゃないかなというふうに思います。ということで、もっと話すのが苦手だったら各コミュニケーションに特化するみたいな、自分の一番苦手なドストレートを克服するっていうのはやってみたらいいんですよ。無理ってわかるから、どっかのタイミングで内向的なのを外交的にしようと思って、友達に積極的に自分から話しかけようとか、朝笑顔でおはようっていうとか、自分から話題を振っていくとか、やってみたらいいです。ものすげえ大変で、多分1週間も続かないのでね。だから最初からそんなことを置いといて、別なことをやった方が楽しい人生になるんじゃないかなっていうのが、樺沢流の生き方、いわゆる短所克服よりも長所進展した方がいいよっていうことを詳しく説明しました。ということで、みんな特徴なんです、それは。内向的だっていうのはね、一つの特徴なんだから、別にそこを無理して変える必要はなくて、多くの人が持ってる特徴でもあるし、8、9割の人は内向的で、それを無理してですね、直す必要はないんじゃないですか。内向的って言っても、学校に行って誰一人とも話さなかった、それが1週間ぐらい続いてますぐらいの内向的なレベルだと、会社に勤めてもなかなか務まらないので、多少は改善する必要はあるとは思うんだけど、そういうレベルの人っていうのは非常に少ないと思うので、あまり自分の短所を過剰に注目して過剰に落ち込む必要はないと思いますので、今のままのあなたでいいし、もうちょっと今のあなたのいい部分を少し伸ばしていくだけで人生楽に生きられると思いますよ。